YouTube。 どうもヒカキンです。ついに届きました。寂しい寂しい自分へのクリスマスプレゼント。任天堂 Wii U。 よっしゃよっしゃ、はい、でけ。というわけでですね、こちら任天堂 Wii U のファミリープレミアムセット 32GB 黒です。なんかベーシックセットとかプレミアムセットとか確かあって、ね、そんなに値段が変わんなかったんで、なんか心配だったんで、なんか一番ごついやつを買いました。任天堂すぐに遊べるお得なセット、スーパーマリオブラザーズ U、 Wii ペリープラス Wii リモコン、プラスセンサーバー。以前からですね、僕のゲーム実況のチャンネルヒカキンゲームズの方でいろんなゲームを実況してると、まあ、ぜひマリオをやってほしいとということで、今回クリスマスプレゼントで自分に買いました。で、ツイッターでファンの皆さんに何のソフトが面白いですかとか、何の実況を見たいですかって質問したら、みんなね、マリオなんだよね、やっぱ。ということで、これに合わせてリクエストが一番多かったこちら、スーパーマリオ 3D ワールド合わせて買いました。まあ、僕がマリオやるのは、まあ、ゲームキューブのマリオサンシャイン以来かな。まあ、どっちかっていうと64のスーパーマリオ64が大好きで、セイキンとちっちゃい頃すごい遊んでたんだよね。まあ、だからマリオ楽しみですね。開けていきましょう。ルイージ、ルイージ、ルイージ、ルイージ。サイドにセットの種類書いてありました。僕が買ったのはこのなんか全部入りみたいなやつですね。その他にもやっぱプレミアムセット、ベーシックセットっていうのがあるようですね。はい。箱の色がかっこいいもんな、青と黒で。白と迷ったんですよね、本当に。マリオ、おお、でけえ。はい、説明書やらケーブルやら入ってますね。ああ、すげえケーブル。これリモコンだな。おお、リモコンだ。あ、こんなちっちゃいんだリモコンって。ゴムだね、これそれも。めっちゃゴムです。おお。これで戦うの？お、さらに下には、ん？なんだ？これ本体？ちっちゃいな本体。外付けハードディスクがでかくなったみたいなね。ちっちゃ。こんなに小さいんだ。そして残すところこいつ。これがよく見るあのコントローラーか。カラオケにある機械みたいなやつな。おーしゃー、来た来た来た。おー、でけえ。これはでかい。これもコントローラーで使えるんだよね。でけえ。むしろこれ持って電車の中とかでやりたいけどね。そういうわけじゃないんだよね。こんな小さいんですね、Wii U って。まあ僕の顔がでかいんですけど。まあそれにしても小さいよね、これほら。いやー小さい。こっちがでかいね。まあ、僕黒にしてよかったですね。白も白でなんかこう綺麗だし可愛いんですけど。男は黙って黒。ちょっとセッティングしたいと思います。はい、というわけで設置完了しました。こんな感じでプレステ3の横に置きました。もうコードまみれで、これいつかなんかもうショートして爆発するんじゃないかみたいになってるんですけど、無事にこう、ディスプレイに映りましたね。お、そしてゲームパッドとちゃんと連動できたようです。簡単でよかった。はい、ちょっと進んだらですね、なんか自分のアバターのようなもの、ミーというものを作るらしいですね。作ってみましょう。パーツを選んで作る。好きなパーツを選んで作りたい顔に似せていきましょう。パーツによっては移動、拡大、回転させることもできます。へえ。まあ基本顎はしゃくれておるので、これ、この、これ細いな。どれだろうな。まあこれくらいかな。ああ、まあこんな感じだよね。
髪型、髪型とかもう相当変な髪型してるからないよな多分。この辺かな。こんな真面目じゃないしな、センター分けじゃないしな、まあこんな感じかな。あ、いっぱいある、いっぱいあるやん。うん、ちょっと近づいてきた。まあこれでいっか。鼻、まあ、鼻も全然高くないんで、これはちょっとマリオみたいになってんな。あ、こんな感じだな。あーこんな感じだ。あーどれだ。はい、口、口も至って普通なんだよなこんなんじゃねえ。なんか鼻強調されてるな。あ、すげえこれ、向き変えられる。こんなイケメンじゃないんだよな。あ、そうだ、メガネ忘れてた。メガネがあるやん。まあこれでいっか。お、すげえ、デブ痩せ機能もある。身長はまあ普通だと思うから、ちょっとデブってきてるからよっ。ん、おーすげえ、滑らかにデブるねこれ。こんくらいかな。 OK、 登録。おい、 OK、 設定完了したんですが、すげえ YouTube あるんですね。いや常識かもしれませんが、僕知らなかったんでちょっと嬉しいです。それじゃちょっと YouTube 押してみます。初 Wii U で YouTube GO! ポン。おおおおおお、わーお、 YouTube かっこいいね、かっこいいね。おおおおお、来た、来ました、早速来ました嬉しいな。エンタメ、あ、セイキンがいる。コメディ発見、来い。あ、来た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 ほっ、おっ、おお。どうも YouTube、 どうもヒカキンです。見つけて怖いよと思いつつも、すげえこれほら連動してるからさ大画面で見れるじゃん。おお嬉しい、これは。おお、ちょっとだけゲームしてみよう。マリオブラザーズ入ってるからね。おい、おお来た、おおおお、綺麗やな、めっちゃ綺麗じゃん、すげえ、めっちゃ綺麗。なんかほんわかした雰囲気もいいね。なんかこの誰でもできそうな感じがやっぱいいわ。お、始まりこれ。お、歩ける。あ、これがステージ選択か。始まりのどんぐり平原。マリオちっちゃ。え、お、これジャンプ、ジャンプ、パンチとかないのか。お、こういう感じか。おお、スーパーファミコンが立体になったみたいな感じだね。ほ、おお、でも綺麗だな画面が。おお、マリオ楽しいおお、おお、懐かしい音楽。ドゥレドゥルドゥレ、ドゥレドゥルドゥレ、ドゥレドゥルドゥレ。うおお、これは20年の時を経てのマリオだよ。ちょっと感動だよ。へえ、こんな感じなんだ。おお、すげえ、三段ジャンプとかある。わはー、楽しい。おお、そしてゴール。うおー、なんか楽しいよこれ。あー楽しい。はい、ということで Nintendo Wii U、 これからガンガンやっていきたいと思います。で、いつものようにゲーム実況はヒカキンゲームズチャンネルの方でやっていきます。一発目はやっぱりスーパーマリオ 3D ワールドから実況していきたいと思います。乞うご期待、バイ。僕のゲーム実況のチャンネルヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます